ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ルイボン、エジウトン、リバル、カシュー、ロベウト・カウロス、バンペイン、エメウソン、ドクジニア、ルシア、エジミウトン、マルクス、ハーン、リンケ、ノボトニ、レーマー、ハーマン、ダメロウ、ツィーゲ、シュナイダー、バラック、ノイビレ、ヤンカー。さあ、キックオフです。リロードのようなボールタッチ。ボールを下げます。レーマー。カット。ルイボン、これはゴールキック。ドリブルで上がる。シュート。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ティーゲ、エジウトン、入った、ゴール、ブリリアントゴール。もう一度見てみましょう。エジウト、動き出しが素早いです。前半30分経過。ルイボン、シュート。出た。いいボールですよ。ドクジニア、ルシア、パポスト、おっと、前半終了の笛です。後半戦が始まります。ダメロウ、
エジウトン。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。ルイボン動き出しが素早いです。エジウトン、シュート。リバル、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。得点は3対0。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ねじ込んだ動き出しが素早いです。後半20分経過しました。シュナイダー、リザーブの選手が体を動かしています。レーマー、エメウソン、中へ上げた。攻めきれない。あと5分です。主審笛を吹いた。国大選手交代です。エジミウトン、さあここからどうする。シュート、ルシア、コーナーキックを得ました。完勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。